ダニエラ・ビアンキは、イタリアの女優、モデルである。1942年1月31日、ローマに生まれる。ラツヨ州に生まれるとする資料もある。祖母は、公爵夫人、当時のイタリアではプリンセスに次ぐランクとみなされていた。父は、イタリア軍大佐。幼少時より厳しく訓練された生活を送る。少女時代はバレエを習う。 やがて官能的な女性に成長するにつれ、ファッションモデルとしての活動に関心を移す。1960年、ミス・ローマに選ばれ、ラツヨ州を代表して、ミス・ユニバース・イタリアに参加。優勝。同年のミス・ユニバース1960では、アメリカ代表のリン・ダ・ビメントに次いで、総合第2位となった。また、ミス・フォトジェニックも受賞。 1962年ミスイタリア優勝とする資料もあるがミスイタリアの公式サイトで確認は取れない。ミスユニバース準優勝以降は国際的にモデル活動を広げる。イタリアのテレビでロッサのブラッチと共演。これがきっかけで映画のキャリアを開始。1958年イタリア映画エンキャスでマルールに出演。スクリーンデビュー。1963年 零零なのはロシアより愛を込めてで、ボンドガールに抜擢され、ハリウッドデビュー。彼女の出世作である。引き続き、ハリウッドでの成功をもくろむが、英語の勉強をしないことが障壁となった。1968年、ザ・ラスト・チャンスに出演、本格的な演技のキャリアとしては確認されている。最後のものである。結婚後、家族との時間を優先するために、 映画産業より撤退。2012年、ドキュメンタリー、ウィーリ・ナッシング・ライク・ジェームズ・ボンドに出演。1970年、ジェノバ出身の海運王、アルベルト・コメリーと結婚。一人の男の子を設ける。ボンドガールのオーディションには200人以上の候補者がいたが、イタリアの雑誌に掲載された彼女の写真を見た、監督のテレンス・ヤングが彼女をロンドンに召喚、決定。 当時21歳でメインのボンドガールとしては当時最年少である。実際のところ彼女は女優業にあまり関心がなかったという説もある。撮影中もチョコレートを食べイタリア小説を読んでマイペースに過ごした。監督に叱られても気にしない図太とさにショーン・コネリーも好感を持ったと伝えられる。撮影中、運転手の居眠り運転により交通事故が発生。 彼女は顔を傷つけて撮影は2週間延期された。彼女にとって本作は10年の映画キャリアの間に出演した唯一の英語フィルムである。ただし彼女の本当の声は作品に残っていない。イタリアなまりの強い英語はバーバラ・ジェファードによって吹き替えられた。イタリア語版はそれをマリア・ピアディ・メオが吹き替えた。彼女は過労じて英語を話す能力しかないという者も,もいる。 実際、1964年の TV、ガイド氏のインタビューでも、LA の迷路のような道路網を理解できていないと発言している。出演者の一人、アリジャガーは、イスラエル代表として、ミスユニバース1 9 6 2に出場。トップ15に残る。ちなみに、大会中、彼女のルームメイトだった。また、 ミスジャマイカの出場経験者であるマルティーヌ・ベズイクも出演している。ありがとうございます。